バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイ、一人寂しくお届けしますが、皆さんの愛情あってこそのバニラスカイですからね、最後までお付き合いください、よろしくお願いします。今日はね、なんとこんな一人寂しくお届けするヨーコにね、嬉しい嬉しいリクエストをいただいております。メッセージいただいておりますよ。そしてね、ありがたいことにね、皆さんメッセージにね、いつもさ出演してくれるうちの娘のシノン宛てにね、もうメッセージいただいてるんですよ。嬉しいよね。シノンに代わってありがとうをお伝えします。そしてシノンもね、わ嬉しいなって言ってました。いつも皆さんありがとうございますね。では早速今日いただいたメッセージお読みしたいと思います。ヨーコさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。こんばんは、サンタです。毎週木曜日はバニラスカイを聞くのを楽しみにしています。準レギュラーみたいなシノンちゃんも可愛いですね。お二人の話をほのぼのした気持ちで聞いていますよ。九州も梅雨に入り、ジメジメとした日が続いていると思いますが、体調は大丈夫でしょうか。今日はリクエストをお願いします。ヨーコさんの元気な歌を聞きたいです。曲はラブです。これから夏に向かう季節になりますが、ぴったりな曲だと思います。この曲を聴いて元気をもらいたいです。最後になりますが、今日は聞いてみたいことがあります。ヨーコさん、お休みの日にどこかに行くとしたらどこへ行ってみたいですか。もししのんちゃんも出演していたら聞いてみたいです。お体に気をつけてくださいね。これからも楽しいおしゃべりを楽しみにしています。サンタより。サンタさん、ありがとうございます。私の中のね、一番大好きな男性はサンタですからね。サンタさん大好きなんですよ。嬉しいな。そんなサンタさんからねメッセージいただきましたね。あのね、今日シノンがね出演できないから、ちょっと先にねシノンに聞いてたんです。お休みの日どこに行きたいっていうね質問があるよって言ったらね、東京行きたいって言ってましたね。で、東京って言った後に、あ、ライブに行きたいって言ってました。で、誰のライブに行きたいのって、 BTS 嵐って言ったらね、 BTS 嵐、そしてママのライブって言ってました。一番ママのライブかなみたいな感じでね、お、気を使ってるなって思いながら。でも東京でママのライブって言ったら、私がさ今目指してる東京ドームでのさコンサートにつながるわけですよ。だから、お、よし頑張ろうってね、ちょっとね今日はね思い直したとこなんですけどね。え、もういつもね家族でさ、こうお休みの日は過ごすから、お休みの日にどこ行きたいっていう質問を受けると、平日にさ家族と、あ、どこ行きたいよね、あれしたいよねみたいな話があって、それを休日の日に過ごすみたいなね、もうその流れをやっぱり大事にしたいなって思ってメッセージ見てました。まあね、私が行きたいところって言ったら、コストコ行きたいなとかさ、あの温泉行きたいでね、何よりキャンプしたいんですよね。だから、あの宿泊テントとかにも泊まりたいし、もういろんなねアウトドアなことをさ、今からの季節はまあ楽しいですよね。水遊びもできるしさ、まあ、川下りもできるし、観光 PR 大使を務めてます樽水市っていうところもね、すごく素敵なね自然に囲まれてますので、沖縄もさ、もう自然豊かじゃないですか。鹿児島もねいっぱいあるんですよ。もう自然の魅力あふれて、それを生かしたアウトドアができる場所がね。で、ヨーコはもうとにかくね、あの日焼け対策をしながらいろんなところにね出かけるんですけれども、仕事でね伺うことも多かったんですよ。で、この1年ちょっとはもう仕事もないからさないって言っちゃった、寂しいな。うん、まあしょうがないでしょ、まあみんな一緒だからね。だから、家族と一緒に過ごしたいっていう時は、一緒にねあそこに行こうって決めたところに行きたいかなって思っちゃいますよね。自分だけだとさ、もう行きたいとこはありすぎてね。やっぱさ、いいよね休日って。いつもはさ土日祝日が仕事だったから、この1年ちょっともうそういう土日祝日も休みになっちゃったわけですよ。
で今まで平日もさ逆に休みが取れなかったのに、今月に入ったらね、あ今日休みだ休もうって、人生で初めてですよ休みを休めるようになったのはね、すごくいいことだと思うの。もっともっとねちゃんとメリハリをつけてさ生きていけたらさ、いろんなシェアでさいろんなもの発信できるんだろうなって思ってたんだけど、その自分ちょっと理想とする自分のライフスタイルに近づいたのが今月かな。なのでね、ぜひ皆さん、陽子は陽子のライフスタイルですけど、皆さん皆さんの休日にね何したいって言える相手がいるっていう幸せをかみしめながらねお過ごしいただきたいなと思います。陽子はねサンタさんに会いに行きたいな、休みの日はサンタさんと過ごせるようなそんな人になりたいな、丸まあシンガーソングライターでシングルマザーの陽子ですからね、そういう淡い恋の話もたまにはお届けしたいなと思います。ではそんな恋大事だよっていうねラブっていうね曲、もう夏にぴったりの曲で、ライブではタオルをフリフリしてます。皆さんもねお手元にあるタオルをフリフリしながらねこの一曲お付き合いください。陽子でラブ。皆さんラブはいかがでしたか？可愛い曲でしょう。あのね今年の夏はっていうところ、もう B メロのところはね、あのみんなで手をね叩くんですよ。今年の夏はみたいな感じわかります？もう一回歌いましょうか。今年の夏はって感じですよ寂しい、一人って一人なのにこんなノリでいいのかなまあね、でもねこのラブっていう曲はねライブでなんていうの確立できた曲なんですよね。サウンドプロデュースでお世話になってますギタリストのイッシーさんがね作ってくださったポップなナンバーなんですけれども、このさ夏って恋してぬんぬんぬんだよっていう気持ちでっていう感じをね、あの歌詞を作ってくださったいちほさんに伝えたんですよ。でその時にさ、あのまだ子供が、うちの娘が小学校5年生なってたかな、まあ、小4とかだったかな、恋って何なのみたいなまた時期でさ、もう恋ってルンルンなんだよ、キャピキャピするんだよみたいなことをねいつも言いながらね歌ってましたねあ、そうだ、休みの日何行きたいって言ったら、夏休みに花火大会に行きたいわ。花火大会に行って、で私は浴衣着て浴衣デートしたいよ。サンタクロースさんってさ冬の人だから、夏はまあお休みか、行けるな。サンタさんとデートしたいですね。浴衣デートいいですね。だからさ、こうなんていうの、季節ごとのさ行事がもうこの1年ちょっとないからさ、私もさちょっと平和ボケしてるよね、うん、いかん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 。あのね
そう話は戻りますけれども、そのラブはこの ライブの時にみんなでタオルフリフリ楽しいよっていうのから、それまではこうラブを発信するまでは私のライブでタオルをフリフリすることってなかったんですよ。私がライブで飛び跳ねることもなかったのね。だからもうみんなさ、お客さんもびっくりよ、え、ヨーコがタオルフリフリしてるみたいな、二の腕プルプルしてるぞみたいな感じよね。でそこからもうお客さんにも浸透していって、でイベントに呼んでいただくことが鹿児島県では多いんですよね、お仕事はね。あの、なのでイベントで初めて私を見たよっていう方もタオルを取り出して一緒にフリフリしてくれて楽しい、もうみんなが会場を一つにねするぞっていう感じなくらいね、もう盛り上げてくれる一曲なんです、このラブっていうのはね。私の中ではこのラブを聞くと夏が来たもだし、お、みんな一緒に一つになろうぜみたいなね、気合が入る一曲でもあるんですね。でこの曲は本当にね、ラブはライブで愛されてこう進化していってる曲なのでね、あ、もうライブができないってことはね、配信ライブではなかなか発信してないんですけどね。お、そうそう、なんと明日生配信ライブがあります。 KKB 鹿児島放送さんのねスタジオ、そして KKB 鹿児島放送の公式アプリカプリよりね、もう今回はね YouTube は見れないんですよ。チケットを購入していただいてカプリというアプリからのみの配信になりまして、アーカイブ放送がねあるので、あさって、しあさってか、そう、土曜日と日曜日の同じ時間8時からも見れるんですけれども、基本は5月28日の夜8時から1時間くらいですね、生配信ライブでみんなで作り上げようっていうライブなんですよ。 Choose Happiness Vol. 10、ぜひねピアノの北園真由美さんの綺麗なピアノと、そして美しい顔立ちもチェックされてください。真由美さん美人ですね。ほんと鹿児島代表する美しさだな、ミュージシャンの中でね。うん、なのでぜひその真由美さんの素敵な容姿と素敵なピアノと、そして陽子の熱い歌声を楽しみにしていただけたら嬉しいです。まだまだ間に合いますよ皆さん。陽子のオフィシャルホームページ YOKO 陽子鹿児島でも検索いただけますし、 yokoyokojapan.com でもね出てきますので、ホームページ、SNS といったら Facebook とインスタ、そして YouTube でも告知動画発信してますからね、どれからでもどこからでもチェックできますからね、ぜひそのカプリの明日の生配信ライブ見てください。お願いします。待ってるよ、めちゃくちゃ待ってるよ、音時間ご一緒できるの。では今日はもう一つメッセージをご紹介したいと思います。ヨーコさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。またお便りしました、あなたのカズさんです。先週の放送でヨーコさんの梅雨時期の過ごし方のお話がありましたね。今回は私もお話しさせてくださいね。あなたの一番好きな花は何ですかと聞かれると、即アジサイですと答えるくらい私はアジサイが大好きです。あら素敵ね。だから1年にこの時期だけたくさんアジサイが咲くこの季節が大好きなんです。確かにジメジメジトジトした梅雨は晴れた日よりテンションが下がりがちですが、玄関の郵便受けの下や中庭に主人が植えてくれた色とりどりのアジサイを見るとそれだけで幸せな気持ちになります。今年は例年よりかなり早く梅雨入りしたので、思ったより早く幸せがやってきましたが、その分早く終わるかと思うと今から寂しくなります。まあ梅雨が明けたら明けたでまた別の花たち、朝顔や夕顔、ひまわり、ハイビスカスたちが楽しませてくれるでしょう。ではもう少し綺麗なアジサイを楽しむことにして、今回のリクエストは道しるべをお願いします。この曲は今の時期に作られたのでしょうか。歌詞に5月の青空とありますね。生まれたあなたの小さな声と続くので、もしかしたらしのんちゃんへのラブソングでしょうか。改めてじっくり聞いてみようと思います。そうそう、28日は生配信ライブがありますね。配信チケットを買いましたよ。もちろんリクエストもしました。楽しみにしています。それではまたお便りします。ごきげんよう。カズさん、ありがとうございます。いつもさ、カズさんさ、あなたのカズさんですって可愛いですよね。女性の方なんですけれども、あら嬉しいわって受け止めておりますが、またね、あのメッセージお待ちしてますからね。そして道しるべ、
久しぶりに私も聞きます。道しるべはね、ファーストシングルに、あ、ごめんなさい、ファーストミニアルバムだ、あの2枚目に出した CD にね収録してます。でこの曲、カズさんのおっしゃる通りにね、5月の青空、生まれたあなたの小さな声みたいなね歌詞があるんですけれども、うちの子は5月1日生まれですね。確かにね、その頃は彼女に向けたラブソングの歌詞のスパイスも入れてたけど、今さ、もうアーティスト活動が6年目を迎えて思うことはね、毎回彼女へのラブソングを作ってるんだなと思って、うん、だから一番最初に道しるべにそういう分かりやすい歌詞を込めたけど、ファーストシングルのアンフィニッシュドストーリーにもうちの娘への愛情を重ねてたし、道しるべもそうだし、一番新しいキス&ハグにもそうだし、常にねお母さんの視線っていうか、お母さんの愛情は忘れないように歌詞を書いているのかな。曲を作る時は、あの歌う時にさ、こうやって歌ったら優しく聞こえるかなっていうことも考えたこともあるし、曲作っていただく時もそういうお願いをしてるし、そうね、そうだね。なんかカズさんのメッセージで改めて自分と向き合うことが今ちょっとできちゃったけど、まあ今ねまた新しい曲を作ってるんですよ。だからね、そういうスパイス忘れないようにしたいなと思いました。そして紫陽花が家をね今めっちゃくちゃ綺麗、もう綺麗なグラデーションにさなってる花とかもありますよ。一つの花で一色じゃなくて、もう本当にねいろんな色が今ね、紫陽花もありますけどね。でさ、何より紫陽花が好きなカズさんに旦那さんがお手入れされたりして、大事に咲かせてあげようとしてるその1年間の気持ちがさ込められてるっていうのもまた素敵ですね。カズさんのことを好きな旦那さんのことまで垣間見える素敵なお便りをありがとうございます。ごちそうさまですっていう感じですね。ではリクエストいただきました、私も久々に聞きます、道しるべお聞きください。あなたがいて強くなる、私はここにいる、あなたのためにいる、握り返す手のひらすべて愛おしくて、守ってゆくから忘れない。
私らしく、あなたがあなたらしく歩き続けること、与えられてるもの、受け継がれてくもの、道は続いてゆく、なんか懐かしい気持ちがいっぱい道しるべを聴きいただいてます。ではね、今夜最後の曲、一番新しい私のラブソング、この曲もこの歌詞も娘のラブソング、ラブレターにもなっております。そして皆さんへ向けたラブソング、受け止めてね。キス&ハグ。どこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう、争い事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように、愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう、この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛言葉は僕の、バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。
皆さん明日の生配信ライブで盛り上がりましょうね。ぜひ yokoyokojapan.com ホームページから検索してください。皆さんからのメッセージやリクエスト引き続き大募集しておりますが、生配信ライブ中もなんとリクエスト曲募集しちゃいますんで、これはラジオを聞いた人しか知らない情報ですよ。ぜひ生配信ライブでも盛り上がりましょう。明日8時待ってるよ。ということで皆さん、今週もめちゃくちゃハッピーな音時間過ごしてくださいね。では一緒にバイバイハッピー。